どうも、愛知です。今回は勉強するときに適した部屋の温度について話していきますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、夏場とか冬場、まあ暑かったり寒かったりするので、まあ主にエアコンをつけて部屋の温度を変えるじゃないですか。まあヒーターとかの方もいると思うんですが。で、温度設定ができる、まあものを使って、まあ特にエアコンとかね、を使ってされる方はぜひこちらの温度設定でやってみてください。夏場はだいたい自分は25、6ですね。でやることが多いです。で冬場が20と21が自分は多いかなと。だいたいこれが目安にしておくといいと思います。でこれなんでかっていうと、特にまあ今冬場にまあ投稿してるんで冬をメインに話していきますが、結構これ冬見た時に自分の今エアコンの温度はもっと高い方が多いと思います。26とかが多いのかな、平均的にわかんないですけど、多分そのぐらいが多いイメージです。で、まあ、あったかい方がいいじゃないですか、寒いよりは。いいんですけど、大事なのは感覚として、ちょっと寒いなぐらいの部屋で勉強してください。で、なんでかっていうと、あと、まあ、難しい話ちょっと省きますけど、このから上ですね、頭から上、この部分が温まってしまうと、まあ、脳の効率とかもね、が下がるんですよ。で、下がってしまうので、しかも眠くなるんですよね。ぼーっとしてしまう。で、集中力がかなり落ちます。それに関しては。だから、ちょっと寒いなぐらいの方が集中できるんです。勉強するときは。これは絶対にやってください。で、もう一個理由があって、試験会場があったかくないです、基本的に。高校受験。まあ大学受験もその場所によりますけどね。あったかくないので、なので、まあ試験に、まあ近い温度でできるといいなと思います。なので、まず部屋の設定温度をこちらで、ぜひね、設定してやってみてください。ただ、特に女の子、ね、末端冷え性の方とか、まあ、冷え性の方はいると思うんですね。で、足が寒すぎると、それも良くないんですよ。だから、例えば、よく女の子が膝にブランケット、まあ、毛布みたいなのかけるじゃないですか。あれとか、まあ、男の子も全然やってもらって構わないので、寒いなと思ったら膝にブランケットかけてもらって、足は温めるようにしてください。で、足を温めて、こっから上は冷やすって言い方おかしいけど、温めない。っていう環境で、勉強すると、これは、だいぶ違います。はい。なので、今までもしね、結構部屋をあったかいところ、私寒がりだから、みたいな感じでやってた方とかも、ぜひそれでやってみてください。で、もう一個なんですけど、まあ、さっき試験会場の話をちょっとしたんですが、結構、まあ、冬、ね、もろに寒い時期に入試があるので、だいたいま、1月、2月、3月とかだと、結構手かじかむんですよ。あ、試験会場着いた時に。だから、なんだ、あったかいやつ、なんていうの、北海道だっけ、あれ持っていく方多いと思うんですけど、自分持ってってたしね、こう、かじかんだ手を動かすために動かなくなるからさ。で、それ、ちょっと練習しておくといいです。まだこの時期、あんま外行ってかじかむことないと思うんですけど、これから先12月とか、まあ、11、12月とかなって寒くなってきた時に、わーとか北海道を持ってって、まあ、外からね、学校帰ってくる時とかでもいいんですけど、手がかじかんだ状態で、北海道で温めてすぐ勉強するっていう。はい。で、これもちろん試験会場行くときに、かなり前もって行くから、手がかじかんでスタートって滅多にないんですけど、でも、手がかじかんだときって結構テンパります。試験のときになってしまうと。だから、手がかじかんで温めて、それで試験に入るっていう、まあ勉強するだけね、今回は。っていう経験はしといた方がいいです。で、さっき部屋の温度をこの温度で、みたいな言いましたけど、試験会場がもしかしたらめちゃくちゃ暖かいときもあるかもしれない。だから、普段、そのね、いつも同じ温度で勉強してもらって、自分にとって快適な温度で勉強してもらって構わないんですけど、たまに、過去問やるときとかの50分だけ、ちょっとわーっとあったかくする部屋を。みたいな、いろんな温度で勉強するというか、試験を解くみたいな経験をしておくといいです。これは実際、試験当日にならないとわからないので、その環境というか状況に関しては。いつも自分のこう慣れた温度で試験を受けれるわけではないから、だから、ちょっと、なんだろう。変な環境というか、自分が慣れてない環境でもできるっていう、経験しとくっていうのは大事なので、もちろんそれは冬休みとかでも全然構わないんですけど、ちょっと頭の片隅に置いといてください。いいかな?ぜひお願いします。ということで、まあね、ひとまずいろいろ話してきたんですが、まあ設定温度に関しては絶対これを守ってください。冬に関しては、あったかくしすぎない。で、夏に関しては涼しくしすぎないっていうのが大事です。ちょっと不快だなっていう、ちょっと寒いなとか、ちょっと暑いなぐらい。がいいです、個人的には。で、暑すぎると、この集中力取られちゃうし、寒すぎても取られちゃうんですけど、
なんかね、なんかどっかの研究で暗記するときはめっちゃ寒い部屋がいいみたいな研究もあるらしいんですよ。らしいんですけど、体調崩したら本末転倒なので、まあ、そこはいいかなと思うので、まあ、ひとまず設定温度、こんな感じで、ぜひね、チャレンジでね、やってみてください。では、今回はね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。温度の話していきましたけど、一番大事なのは体調管理。だからね、ひとまず、風邪ひかない。まあ、手洗いうがいするとか、マスクつけるとか、そういったところね、あと睡眠か。睡眠時間確保するっていう体調管理の部分、一番ね、気をつけながら、残りの受験勉強ね、ぜひ頑張ってください。